紫輝くんが見つけた、ファンが撮った富士の動画で、岸くんの成長を褒める声が入ってた話も最高だった。とべ、トウヒロウス、a 2の舞台が、まさに熱狂の渦に巻き込まれました。若手アーティストたち、平野史洋、岸優太、神宮寺優太の壮絶なパフォーマンスが、コミュニティ全体に感動と興奮をもたらしました。このイベントでは、アーティストたちが絶妙なパフォーマンスを披露し、観客を魅了しました。 ステージ上での彼らの華麗な演出は、参加者たちに一体感をもたらし、会場を一つにしました。紫輝くんは自身の SNS でファンの反応を注視し、彼らが共有した動画を楽しみにしていることを示しました。彼はパフォーマンスを向上させるため、映像を繰り返し確認しています。特に、紫輝くんは観客を尊重し、自らの成長のために映像を熱心にチェックする姿勢を見せました。 彼や他のアーティストたちは、常に映像を見直し、ファンにより良いエンターテインメントを提供しようと努めています。神宮寺くんと紫輝くんは、過去の経験からコンサート後に映像を見直し、改善点を模索してきました。彼らは常にファンにより良いエンターテインメントを提供するために努力しています。特に神宮寺雄太は、以前のグループの演出を手がけており、その経験と知識を活かし、イベントの成功に貢献しています。 彼らの努力と情熱は、彼らがさらなる成功を収めることを保証します。また、ファンからのフィードバックを重視する紫輝くんと彼のチームは、パフォーマンスの改善に取り組んでいます。彼らは映像や音声の質を向上させ、視聴体験を向上させるために、日々努力しています。騎士くんの魅力について言及するファンも多く、彼のパフォーマンスは、ますます力強くなっています。彼らの熱意と努力は、 彼らが常に成長し続けることを示しています。ライブ配信を通じて多くのファンが彼らのパフォーマンスを楽しんでいます。特に昨日は神宮寺くんと紫輝くんがサングラスを外してのパフォーマンスにファンは大興奮しました。SNS 上での動画やコメントを通じてファン同士の交流も盛んです。彼らのエンターテイメントは単に観客を楽しませるだけでなくファン同士のつながりを深めています。ライブイベントでは 観客だけでなく、アーティスト自身も楽しんでいます。彼らの笑顔が会場に溢れ、それが最大の喜びとなっています。このように、ナンバー、愛、のライブは単なる音楽イベントだけでなく、ファンとのつながりやアーティストの成長を育む場として、ますます注目されています。SNS 上での動画やコメントも、ファンとアーティストとのつながりを深める重要な要素です。アーティストたちはファンの声に耳を傾け、 コンサートの成功に向けて共に歩んでいます。一方、観客側も重要な役割を果たしています。彼らの笑顔と喜びこそが、アーティストたちの最大の幸せです。コミュニティ全体が一体となり、楽しいひとときを共有できたことは、貴重な体験でした。これからも、アーティストとファンは共に成長し、より素晴らしいエンターテイメントを作り出していくことでしょう。彼らの努力と情熱が、新たな社会的影響を生み出していくことでしょう。